のボケなんで知っとん。シクルクルのボケなんで知っとん。クルクルがサッチーにしたボケ。配信終わりに。やばい。めっちゃ頭痛い。やばいやばい。やばいやばい。こんばんは。お、明日はよろしくるくる。笑ったら絶対、え？くるくる？くるくる。パジャマ可愛かった？そう、お話かい。ありがとう。え、絶対？一緒。なんで、なんで？雨明日。え、雨やったら明日なくなっちゃう。今日話かいでくるくると話できて、すきり？好き？パジャマ最強。え、ほんと？嬉しい。そう、今日お話し会ありがとうございました。そして、生配信もありがとうございました。パジャマの写真、お、そう、いっぱい載せた。載せて、やっぱボサボサ。パジャマの、可愛すぎて、スクショ。パジャマの、インスタのストーリーに同じ写真を2枚載せてるのは、文字を書いたので、文字を書いたやつとスクショ用です。スクショ用も載せるっていう。くるくるのおた心から来る。出張公演夜だけ、お、出張公演も到着。ありがとう。パジャマ可愛すぎた？やった！パジャマ、なんで配信パジャマの天下って絶対怒られるもん。くるくるもパジャマも行こうかなとか思ったよ。でもちょっともう。パジャマってやばいじゃろ。真剣なコメントできんじゃろ。インスタ保存した。え？嬉しい。お話がめっちゃ楽しかった。幸せな時間。こちらこそありがとう。ありがとう。あ、大好きな人。くるくる。今日も書く大賞。あ、やったー、大優勝。あ、できるか。あ、ほんと？やったね。やったね、やったね。お話聞けね。ありがとう。NMB 劇場も。あれ？家の過ぎて一緒。あ！あ、スクショ用とスカラと声出したがスクショしました。え、そうなんですよ。くるくるも、オタク心として、こう、推し面が載せた写真に、ストーリーとかでね、大沢桃子さんとか、が載せた写真に、文字が入ってたら、もうめっちゃ嬉しいんですけど、文字なしもちょっと欲しいかも、とか思うんですよ。なので、それを、くるくるも。実践。文字なしのね。そう、シックで、シックな装いっていう。お、昼公演当選。お、ありがとう。ヤッホー、くるくる。やっほやっほやっほ。視聴公演、夜の見通せ。お！ありがとう。落選、あ！応募してくれてありがとう。あ、全落ちしちゃった。でもありがとうね、応募してくれて。ほんまに。長押し想像した。あれ、おもろい。あ、ヤンマさん！船じゃなくて。来島城タワー、ありがとう、山さん。今日お話できて楽しかったよ。ありがとう。あと、今日さっきプレゼントを持って帰ってきました。11月本当に何も、なんか全然、事務所とか寄れなくて、なんかなんか、広島、なんかゆっくりしなかったから全然持って帰れてなかったんですけど、さっきプレゼント持って帰りました。ありがとう。山さんもありがとう、本当に嬉しかったよ。今日はありがとう。こちらこそ、ありがとう。お、いっぱいできます。ありがとう。そう、ちょっとそう、色味も。大阪昼飲み、お、ありがとう。今日ありがとう。めっちゃ可愛かったよ。して直接おめでとう言ってくれて。ねえ、直接おめでとう。嬉しかった。ほんまに。やばい、頭痛が。それと、選抜の生配信もありがとうございました。なんか、写真、ジャケ写が出たんですけど。そう、今回のシングルって、まあ、シングルは初めてなんですけど、リード曲の時は、こう、センター、
かぶりをのポジションをいただいたんですけど、今回こう2列目のポジションをいただきました。2列目少しずつくるくるの顔が見えてきたかな。頑張ります。2列目の右下手、やっぱくるくる下手人間じゃん。あ、無理なく、ありがとう。着々と序列上がっててるしね。えもう本当に皆さんが応援してくださってるおかげです。本当にありがとう。インスタ、あ、可愛かった、やったね。コメントしてね、ぜひ。そしていよいよファンクラブだよ、ほんまに。今日の話か、考えてたことと違うこと話してしまった。えー、ちょっとなにここじゃダメか。お、明日サンフレよろしく。初披露楽しみしてて、素晴らしそう。着実にそう。ステップアップ。ポジション。そう、くるくる足が低いので、3列目、本当に見えなくなっちゃうので、どんどん、もう本当に頑張ります。フロントを目指して頑張ります。お、明日 FC ベラルナユニで応援行く。お、応援嬉しい。滑り芸でクルクルさせます。え、クルクルちょっとあれ大丈夫だった？クルクルちょっとでもこうサチさん笑わせようと思って、なんかまあも笑ってたけど、なんか多分緊張とかなんか不安で涙って感じだったので、クルクル笑わせようと思ってあのコメントをしたんですけど、なんかちょっと浮いてたかもと思って反省会してた、一人で家で。明日勝利の女神なれるように、前に、うん、頑張るよ。もう本当に皆さんのおかげなので、本当にくるくるもこの11枚目シングル ST を盛り上げるとともに、くるくるを盛り上げていけるように頑張る。ST を盛り上げるとともにくるくるも盛り上げていける。明日の試合めっちゃ大事。え、そうなんよ。今の顔よ。そうなんよ。なんかあの今日は柏、月進め柏と神戸が試合があったんですけど、なんとそこが1対1で同点で終わりまして、勝ち点なんと3を抑えていただいて、神戸のこう突き進みをちょっと止めてくださったので、これはもうサンフレをこうちょっと首位を取り戻すチャンスなのではないか。え、でもちょっとそんなこと言ったらなんかあれか、まあくるくるがさ試合するわけじゃないからあれだけど、現状。あ、めちゃくちゃいいコメントだった。あ、ほんと大丈夫だった、ほんとよかった。なっちゃうかな、明日ダゾーンでくるくる。え、どう、そうダゾーンどうなんだろうと思った、ほんまに。あ、あの感じがよかった、ほんと。そう、引き分けました。明日は山形で戦う岡山にも力を送ります。明日勝てば勝ち点1差、柏があとちょっと粘ればよかった。いやいや、もうね、もう柏、月進め柏、明日町田もガンバ大阪もついてきてるから絶対勝つね。町田と京都さんが、町田が勝ってた、ガンバ対アルビ、もうガンバ。サッカーに疎い千穂さんがアホなこと話したらちゃんと話して、いえいえ千穂さんならもう大丈夫ですよ。千穂さんくるくるが試合進行を説明する、試合説明する千穂さんにね。タイトル見てさ、ピースイング今日着てたらしいですね。明日映画の日で安い、やばい行きたいけど行きたいけど。最終節町田は鹿島と、神戸は湘南、広島はガンバだから、なかなか、いや面白い、ほんまに気になりますわ。湘南ガンバね。クロクロの解説聞いてサッカー見る千穂さん、あ、じゃあクロクロ解説配信紹介する
来週の大阪も、お、よろしくね。本当に楽しみで、くるくら今日、オンライン終わってしまったというふうに悲しい気持ちだったんですけど、大阪もある、と奮い立たせました。勝つしかないっしょ。本当に応援パワーで、明日は丸亀製麺の、釜揚げうどんが、食べに行こうかな。食べに行こうかな、釜揚げうどん。今日もありがとうもろこしもりもりでした。ん？あ、ん、ん？あ、ん？あれ、ん？もりもり、ん？明日は、明日夜配信よ。普通に。お、うちは持ってきます。お、嬉しい。青山選手の、ね、最後のセレモニー。明日のダンスは安住経験者じゃない、なかった。マウント大丈夫。スメリをくるくる真似ます。やばい、くるくる、なんかさ、そのコメントちょっと浮いてたかもと思って、本当に大反省会、大反省会、大反省会、なんかもこんな感じで、こんな感じだったんですけど、大丈夫か、もうさっき大丈夫ってみんなも言ってくれたから大丈夫か。まあ気にすぎるのも良くないので気にしないことにしようと。そうそう、じゃもう滑り芸でもサチさんを笑わすしかない、言ったからには。お父さんと映画に行ってあげるなんて優しいね。それ今日ヒーターにも言われた。明日ね、そう、どこら辺があるのか全然わかんなくて、行ってからなんですよ。ちょっと。ポジクルね、ちょっと行きます。うん、本当に。もう根が来る。もう出かけた。カウントダウンライブ、あ、そう！カウントダウンライブも発表されまして、今日。あと、地平線を見ているかっていうタイトルと、こうカウントダウンライブも発表されて、12月31日に広島クラブクアトロさんでカウントダウン、でもカウントダウンを一緒に過ごすのってなかなかないと思うので、嬉しいんですけど、くるくる出れるのかな？セミが楽しみ。頑張るよ。明日はテレビで観戦、目指せ逆転優勝、山目選手優秀の美を。ね！明日そう、テレビでも配信、配信っていうか、中継があるみたいなので。あ、めっちゃ面白かった。あ、さっき笑ってた。よかった。ファンクラブでくるくる解説の作家風、え、しようかな。全然、今のすごいとかしか言えんけど、なんかその、専門用語とかわからん。今のはすごいとかしか言えん。印象に残らなくても全然いいよ。さっきすよ。お、よかった、ほんとに。さっちたん。そう、さっちたん。ね、本当にかっこいいシャツターのセンター支えられるように頑張ります。カウントダウンライブお仕事？え、成人なんか出れる？え、なんかさ、時期成人なんかさ、クアトロじゃん。クアトロってけさ、みんな出れるんかなと思って、みんなが。で、もしメンバーが絞られるのであれば、くるくるはなんか背が小さいっていうで、なんかいなくなったりしないかなみたいな。くるくる家でなんかな。ボールがとても飛んでいる。あ、部が、なるほどね。そう、ステージ人数的に、そう、カウントダウン夜勤しても。お、マジで？くるくる応援してる。あ、その順、その順かもしれん。くるくるの背が低いから。そう、その順で、子供だからとかそういう理由じゃなく選ばれるかどうか。あ、そうそうそう。そのもし全員じゃないってなった時に、その年齢関係なく全員じゃないってなった時に、そのくるくるそこに入れるのかなと思って。でも出たいです。いや、だって年越す瞬間までさ、年越す瞬間にステージいるって結構夢じゃない？オタクも選ばれるかどうかみたいな。おもろい。一緒に選ばれよう。終演1時よって、え？めっちゃいいじゃん。っていうか、真夜中はくるくるの時間なんだからさ、くるくるはさ、行ってきたいな、ほんとに。自分で。
わしピンピンだよ。夜強いくるくる、ほんまにね。一時終演予定なのか。年越しの瞬間、終ジャンプできるよ。5時までしてほしい。全然あり。眠くならんよ、全然。真夜中は来るだけの時間。そうだよ。真夜中ほんと来るだけの時間。くるくるだけソロで延長戦しようかな。延長戦でソロライブしようか。しようかな、ほんまに。真夜中は来るか。だってやばい、1月1日からってやば。だからな、 DMM 配信とか待ってほしいね。わかんないけど、やばい。真夜中はクルクルの時間なのに眠くなってきた。明けましておめでとうで涙スプライズ、え、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。今日オンラインありがとうございました。お、ありがとう、嬉しかったよ、来てくれて嬉しかったよ。てかどうだった、ジャケ写は。地平線を見ているかのジャケ写、ちょっとタイプ何だったか、ちょっと。よかった、かなり好み。お、嬉しい。大人っぽかった、ジャケシャめっちゃ好き。ジャケシャも最高。お、美しい、くる。キメくる。ジャケシャくるさんまでかっこよくて好きです。ナイスキメ顔。めっちゃ良き。ジャケシャ素敵でした。楽しかった。え、嬉しい。いや、そうなんですよ。ちょっと、漏れたかも。と思って。漏れたかも。と思って。ちょっと嬉しかった。え、そう、人数少ないバージョンはこうで、千穂さんにで肩をもたれかかっている感じで、全体はパセリさんとこうやって手がつながってた。そう、メイクもそう、全部やってもらって、普段ねあんまりしない、そう、前髪薄め、え、本当にそう、薄めだったよね。そう、くるくる重いからっていつも。そうなんですよ。あ、美女爆発メゾンマルジェラ。嬉しい。わかるよ、それ。ミネスカだけど、可愛いより、綺麗だ。あ、もらえ。嬉しい、綺麗、嬉しい。そう、今までない。あ、決まってた？いい意味でね。かくの石、いい？嬉しい。話しかありがとう。カツラカさん、ありがとう。なんでパセリさん手繋いでるの？え？クロクロも思ったんよ。で、ね、結構、なんか何枚も、何百枚、何十枚、何百枚と撮って、結構いっぱい撮ったんですよ。で、まあ、いろんなポーズしてて、で、パセリさんと今日、え？なんでパセリさん、なんか私たち手繋いでるの、選ばれてるの？と思って。なんか手繋いでるのが、ちゃんと選ばれてて、ほんとに。あれ？あれ？ってなって。おもろかった。じゃ、けど助かった。お、助けた、くるくるが。新境地見れた。お、嬉しい。分かってもらえて、うれっぴ。いや、もうほんとにくるくるもドハマりしたので。そんなに、そう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 。あの衣装は助かる。え、そうな。そうな。真っ白でね、綺麗な感じ。スカートあの中でかなり短いと思う。確かにクルクル短い方かも、スカート。握手会は、握手会は手袋着用じゃないよ。あ、違ったらどうしようだけど、手袋とか言われてないから手袋着用じゃないと思う。めっちゃかっこいい表情でギャップ燃えた。あ、
まあ、実際のくるくるはそっちが本家なんですよ。そっちが本家で、こっちがギャップ。かっこよくるくるだったじゃろ？もしかしてパセリさんのくるくる。出来上がってる？リリベの時も当日まで手袋なしか、あ、ざわついてたのか。なるほどね。タイトル水平線じゃなくて、相手の地平線が。想像力をかき立てる。ドキドキ。どんな曲でしょうか。楽しみにしていてね。パネルもね、ぜひゲットしてほしいですよ。あるのかな？あったらだけど。お顔立ちの綺麗さ全開。ええー、嬉しい。でもほんまに、あの、朝集合早くて、一番最初に集合だったんですよ。で、だから、あの、今日多分生配信でソラハさんも言ってたんですけど、そのジャケ写のその、配置をのリハで、もうドスッピンで、もう本当になんかよくわからん、ただの私服で、なんか、って格好つけてる写真をなんか朝の6時ぐらいから、もうテンションやばい感じで撮って、もう本当にそんな楽しかったんですよ。で、くるくるのなんかめっちゃすごい事故画がなんか出来上がっちゃって、で、なんかすっごいなんかもうすっごい、で、くるくるその日たまたま黒い服着てきちゃったから、その髪の毛と黒い服のせいでそのここだけが浮き上がってて、その写真がね。もうそれがもうほんまに、ちょっともう、そのなんかもうすごい写真だから、もうそれが本当に、使われとってから、それがね、こんな感じのポジションにしたいですの、こう、例として出されてて。いや、もう恥ずかしい。あ、恥ずかしい。で、それをもうね、恥ずかしく。でも、まあ、それは嬉しかったっけど。え、タイトルの文字、そう、溶けとるよね、タイトルの文字。くるくるも今日初めて見たんだけど、全部。かっこよかった。かっこよくるくるドキッとする。ドキッ。あばらん。そう、工事決め楽しかったよ。死に死にっぽくなって、で、しかもなんかスタッフさんがそのあるとあるスタッフさん一人の方がもうそのくるくるの写真を見てなんかバカ笑いしててなんかもう普通にぐらいじゃなくてあーはーはーみたいななんか笑ってて、一生くるくるの写真を見るたびに、なんか笑って、私の顔を見るたびに、その写真を思い出して笑ってて。でも、くるくるで、なんかそうやって笑ってくれて、嬉しいなって思いました。まあ、笑われてなんぼなんで。今日はごめんやで。あ、全然、またの機会に話そうね。パジャマ、可愛かった。お！嬉しい。そう。え、どうも、あのパジャマ、チェキ迷ってるんだけど、笑われることを快感に感じたら1年前。いや、そうなんですよ、本当に。でくるくるはもう笑われてなんぼだと思ったんですよ。タイプ B のジャケ写のくるくるの位置見て、お、そうなんよ、千穂さんにこうやってこういうやつね。いや、ほんとにくるくるもなんかそのアルバムの期間よりもちょっとこう前の方のポジションに選んでいただいて、やっぱり嬉しいし、ちょっとずつもっと頑張っていこうと思いましたし、やっぱりみんなのおかげなので頑張ります。その時は笑われたね、笑われた。あ、いい？パジャマ、パジャクル。え、あと今日のくるくる、今日のインスタ見てほしいよね。結構全身写真とかいいじゃろ。そう、千穂さんと好みすぎた？
じゃあ今日のそのインスタの写真の床に座ってる写真の裏話で言ったら、くるくるあの座り方をして膝を閉じることができないんですよ。なんなの、硬いのかな。あの座り方して膝がくっつかなくて。なんか、あ、そう。サーヤさん撮ってもらったんですよ。サーヤさんが撮ってくださって。くるくるそれ膝くっつくって言われて、なんかくっつかない。あ、くっつかないです。とか言って。え？って言われ。くっつかないです。って言っても、強引にくっつけて撮った。実写写真録画面にしようかな。え？ぜひ。ぜひ。チホクルはワイトクでしかないんで、このままでしか、あ、そう、でもチホさんとね。もうずっと、くるくるはずっとチホさんを笑わせることを目標に頑張ってるから、いつも。話すときに。パジャマで寝顔チェキお願いします。いいの寝てて。ほんまに、あ、白目じゃない方のね。あの、それがチェスの、天才？いや、そう、もう、股関節も頑張って寝てから。寝てからですね、座って。寝顔チェキ欲しい？お！寝顔チェキ、よさげ？アイスイポーズも？お、インスタ今見たけど山かわいい。嬉しい。そう、くるくる硬いっぽい。ホーム画面とロック画面で迷ってる。ちょっとむずいな。むずいな。どっちも嬉しいな。あ、今ショーケースの衣装の全写真なのか。確かに、それ悩みどころじゃね。悩みどころじゃ。悩みどころじゃ。そう、しかも今日サラピーさんもパジャマで、今日サラピーさんすれ違った時に、サラピーさんもパジャマですねって言って、一緒に寝れますねって言ったら、寝たくないわって言われました。寝たくないわだって、なんかな、なんか言われました。あ、すいません、みたいな。パジャマくるくるヘアバンド、よかったじゃん。ヘアバンドちょっとでかかった、ちょっと。ホーム画面すればいいのね。解決。あ、解決。嬉しい。嬉しい、解決。え、あと今日サラピさんに、なんか、髪染めたって言われて、なんか、茶色く見えたらしい。見える？確かに、くるくもなんか思ったけど、なんか、光かな。茶色く見えるって。ストーリー全写真、良すぎて。良すぎた。あ、やったね。乗せてよかった。ってやってるやつじゃな。あ、声色似てる？真似参る。あ、傷の痛み。あ、間違えた。髪の痛み？デリカシーない。いや、思ったんよ。それはでも本当に結構あって。痛んでるんですかねって言ったけど。どう思うこれ。でも今日、サチタンが、その、配信、生配信で映ってる時の、サチタンの髪のツヤが良すぎて、もう、ありがとうございます。こうやって揺れてる時の、この、髪が揺れてる。髪のツヤが良すぎて、いや、くるくるもちょっと、髪の毛頑張ろうと思った。くるくるのファンクラブ入る。え、嬉しい、ぜひ入ってほしい。嬉しい。3枚目はホームにしてて、あ、嬉しい、ホーム。あ、綺麗な髪、ほんと？嬉しい。あと今日、サラピさんで嬉しかったポイントは、普通にお話し会の会場で、くるくるも全部終わって、ご飯、弁当取りに行って、歩いてたら、椅子に座ってるサラピさんに急に腕をバッて掴まれて、なんか、用事ないのに、くるくるの腕を掴んでくださったんです。それが嬉しかった。用事はないのに、くるくる腕を掴んで、何ですかって言ったら、なんか、話しかけないでみたいな言われて。私はサラピさんに手を掴まれたから、話しかけたのに。嬉しい。ちょっかいかけてもらえるの嬉しいです。そう、ファンクラブ明日よ。あ、綺麗？本当？
そう、絡み理不尽そう。そう、なんか深まってるよ。あと嬉しかったあと嬉しかったのが、あの今日もさやさんと写真を撮り合ったんですけど、さやさんと写真を撮り合ったんですけど、さやさんにくるくるうまい、写真撮るのうまいって言われて嬉しかったです。なんか画角がうまいって。でさちたんにもくるさん写真撮るのうまいってちょっと前に言ってもらって、あのよく頼まれるくるさん写真撮ってもらっていいですかって。くるくるの画角がいいみたい。まあ、やっぱくるカメラだけありますよね。本当にセンスがあるかも。あ、階段のやつ、あ、よかった。そう、キルキル撮ってくるカメラ、そう、経験値が、そうよそうよ、センスがあるんかもしれん。お、コア当たった、ありがとう、ありがとう。クロカメラ載せるよ、個人ファンクラブに載せる予定。個人ファンクラブもう緊張してきた。明日の12時、明日試合観戦でクロカメラ、いやちょっと悩んでて、なんかカメラ持っていく、でも絶対な、緊張してるからカメラを取り出す勇気はないんですよね普通に。お疲れ、お疲れ様。明日勝利の女神になってくれた、よろしく。頑張ります、ちょっとでも力を。明日すぐファンクラブのコンテンツいろいろ更新されるのするつもり、ぜひ見てね。今日も今からちょっと編集、なんかかっこよく言いすぎて、かっこよく言いすぎてるけど、編集っていうか、なんか動画とかちょっとあの編集っていう編集ではないけど、まあ、弱編集しようかなって思ってる。ね、あとさ、聞いて、今日さ、まあ、こう、センター発表があったじゃん。で、センターはこっち、ダメですって言って、映像がさ、流れてたじゃん。その映像が流れてる時に、で、くるくるはもう、その、サチタンがセンターで、どうですかみたいな質問されるっていうの分かってたから、まあ、文章も考えてて、喋る準備できてたんだけど、ちょっと、一回ちょっと水飲んで、こう、潤してから喋ろうと思って、その映像が流れてる間に、こう、ちょっとパッて水分補給したんですよ。そしたら、その水が気管に入っちゃって、大焦り。それで。大焦りで、なんか、で、もうめっちゃ咳をこらえて、こらえてもめっちゃ焦ったの、本当に。気管に入ってタイミングやめてよとか思って、そう、話す前にめっちゃ緊張しちゃった。緊張しすぎて、そうそう、むせたのって。しかもさ、結構むせたらさ、抑えれないくらいしんどいじゃん、なんかってなるじゃん。でももしかして音声とか入ってるのかなとか思ってっていうの一人で苦しんでた。本当に
いやそう、でも幸ちゃんも三期ちゃんの中でやっぱ一人だけだし、急に初選抜で初センターなのでやっぱプレッシャーも大きいと思うので、もうそのプレッシャーも本当計り知れない。その当事者じゃないからどれだけのものがあるかとか分かんないけど、くるくるなりに頑張りたい、支えられるように頑張りたいし、くるくる自身も頑張る。くるくるのユーモア力試されてる、もしかして試されてる。パチ 2.5 期と仲いいから4人いてくれるの支えになる、なるかな、なってくれてたら嬉しい。そう、心強い、本当よかった。心強く頑張ります。弱者の位置も前進してるし、前進、明るくいこう、明るく、いやほんまにポジクルでいけますよ。ネガクルじゃなくてポジクル、ポジクルでいけますよ。くるくるはちょっとクリスマスマーケットサチさんに誘われたけど、それがそのくるくると行きたくて誘ってくれたのか、ただクリスマスマーケットに行きたいだけで誰と行くのでもいいかをちょっと今サッチーの心読み中だからサッチーの心読み中だから、一旦審議だよ普通に。だってくるくるはもう一回リア中に騙されたんだ。リア中に、くるくるさん、映画見に行きましょうって言って、いいよって言ったら、サーヤさんと言ってました。あれあれくるくる、まあまあ、まあ、サチさんも一緒、そのタイプかもしれないと思って。写真要員かな、サチタンの。くるくるカメラ、写真撮るのうまいか。写真撮るのうまいかな、要員かな。いや、それでも嬉しいけどね。ポジクルでいられるように応援するね。ありがとう。ぜひ、支えてね、くるくるも。自分で支えてねっていう人いないか。なんで私の、え、そう、くるくるもそう。サチタンなんで私なの。そうだよ。リア中、これ罪な女だよ、リア中タン。とりあえず行ってみるか。あ、クルシマとクリスマスに出るからか。そういうことかな。サンキちゃん基本みんなに言ってるからね。なんかちょっと。まあまあまあ。まあ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 、まあ。一旦ね。一旦ね。そうそう、時間か。確かにね、誘われないより。まあまあ、確かに。確かに。やっぱくるくる、眉毛太いよな。あ、スクしたいんですよ。
11枚目出航。それではスクショタイム終了で、告知タイムをすると、あ、今日11枚目シングルのタイトル地平線を見ているかとジャケット写が公開されました。詳しくは STU48 公式ホームページをご覧ください。そして、あ、センターも公開されました。そしてチェキ受付中です。ぜひチェキゲットしてね。12月2日までじゃけ、あと2日じゃけ、あと2日じゃけ、全然時間ないけ。あとニックネーム登録もしないと、なんだっけ、本名になっちゃうので、ぜひ気をつけてニックネーム登録もよろしくお願いします。そう、そしてカウントダウンライブ12月31日クリスマクラブクワトロにてありますので、詳細はエシフォテト公式ホームページをご覧ください。チェキ買おうかな。ぜひゲットしてほしいよ。申し込み先ありがとう、嬉しい。そして握手会受付中です。ツーショットとサイン会の完売たくさん、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。あ、チェキ申し込んだよ、ありがとう。ぜひ握手もねあるので、しに来てくれたら嬉しいです。あ、出張公演もいっぱい始まっとる。 NMB48 シアターへの出張公演もの一般受付もぜひ始まってるんで、ぜひお願いします。 VDC マガジンも予約受付中です。そしてなんと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 、明日は明日の12月1日12時から昼の12時から個人ファンクラブの受付が始まります。もう早速明日からいろいろ投稿していけたら、投稿乗せていけたらいいなと思ってるので、ぜひファンクラブ、個人ファンクラブ入ってくるくるのくるくるのことも助けになってね。全然でも12時ぴったりに入らなきゃとかはないので、もう何番でも嬉しいです。ぜひ入ってね。そして明日はサンフレの試合前ダンスカムイベントに出演させていただきます。あの、今日もむくみをこうやって取って、昨日と同じくこうやってむくみを取るマッサージをして寝ます。映るかとかどこら辺で踊るかとかちょっと詳しく分かんないのであれなんですけど、ぜひ頑張ってくるので応援パワーをください。それでは壇上、やばい、応援するくるくるに応援する応援パワーもらうのやばい。応援する応援パワーもらう告知ね、本当に多くて嬉しい。13位福ちゃんありがとう。12位のしーありがとう。11位ウォッカありがとう。10位ケータありがとう。9位オロチありがとう。8位アルタイルありがとう。7位アリくんありがとう。6位マサコありがとう。5位トマトポありがとう。4位タムタムありがとう。2位ナルドありがとう。あ、どこで順位が狂ってしまったのか見てよ。7位アリくんありがとう。6位マサコありがとう。5位トマトポありがとう。4位タムタムありがとう。3位ナルドありがとう。2位ケイちゃんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、ヤマさんありがとう。ヤマさん、苦しまじょうたんもありがとう、ありがとう、嬉しいです。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。いろいろな発表もあったんですけど、11枚目シングルに向けてくるくる自身も頑張っていくので、これからもくるくるの応援と STU48 の応援と11枚目シングルの続報をお楽しみに。それではおやすみ、おやすみ、みんなでサッカーしよう。